こんばんは。英文読解の見取り図を使って雑談をしていこうという話です。まあちょっとね、一応本年度版、最新版、新年度版っていうのはもう作ってあってるんですけど、まだ配布はそんなにしてないんですよね。春季講習でしかまだ配布してないので、まあこの時間を使ってちょっと改訂をしてみようかなと思います。でこれはね、原型になるやつは僕が最初に出した本なんだっけ、あれ、書き込み英文法ノートか、あれの最初のページにも似たようなやつが載ってたんですけども、それが徐々に改良されている感じになってます。で、まあなんかフォントとかも凝り始めてね、作ってるとこなんですけど、まあ最初のところが僕が授業でよく言ってるこの文系の基本訳というやつがまとめてありますね。で、101、文系が分かると訳し方が決まるよってやつで、で、文系って何のためにやってるんでしょうかっていうのが分からずに勉強している人が多いので、まあそういう人向けの教材です。特に、まあ、浪人生の方だね。なんとなく勉強してきたけども、なんかあんまり成績が上がらなかったな、それで失敗しちゃったなという方、向けに作ってるっていう面が結構強いです。で、あとはその、一番心配なのは、浪人してせっかく勉強しても成績上がらない人ってのは出てくるんですよね。で、そういう人はどういう人かっていうと、この文型が分かると訳し方が決まるよっていうこの基本訳のところが、まあ頭に入ってないというか抜けてるっていうことがとても多いんですよ。だからここに書いてある、このプリントに書いてあることっていうのは、まあおそらくは普通は大半の受験生は知ってるっていう前提で授業が行われているんですよね。なので、まあその受講する上で、浪人生が予備校の授業を受講する上で知っておいた方がいい内容ってのをまとめてるプリントです。で、これに関しては、僕のブログの方から無料でダウンロードできるようにしてありますので、必要な方は、まあ、取っていって使ってください。第一文型こうなってるのか、基本訳 S は V する、ここね、スペースの都合で S はって書いてありますけど、主語ってがの場合もありますからね、本当はわがって書いてもいいのかなと思うんですけど、まあわにしてあります。まあこれは変えれないかな。まああとは第一文型の特徴で移動や存在の意味が多いですよってことは、まあ念のため横に米印で書いてますけどね。まあそうじゃないやついっぱいありますよね、もちろん。移動の意味でもない、存在の意味でもない第一文型なんていっぱいありますけど、まあ多いっていうのはそういう、なんだろうな、そういうのばっかりってわけじゃないですから、まあちょっと微妙な言い回しです。例文はこうしてるのか、水木は今名古屋に住んでいるか、この水木は多分あれだな、改訂するときにこれにしたのは SKE の田辺水木さんをイメージして書いてますね、これは多分。新潟出身の子なんですよね。新潟から名古屋に来てくれて活動してくれてる子で、田辺さんをモデルにしてる文ですね。ここはもうこれでいいや。第二文型 SVC ってのは S は C である、まあ、B 動詞の時で become だったら S は C になるって意味ですよねと。公平はサッカー選手になったってやってる、この公平くんは僕の小学校の時の同級生の森田公平くんですね。もう引退しちゃいましたけど、最初は大学出てから浦和レッズに入って、まあその他もろもろいろいろ移籍して、一番長かったのはサンフレッチェ広島にいたのが長かったのかな。彼も40いくつまで、41、2歳まで現役を続けてましたよね。最後にはザスパクサス群馬、にいましたけども、息の長く活躍してくれて、彼は本当にね面白い人でね、なんだろう、小学校の時は、まあ、僕はもう今もそうですけど、まあ、あんまり運動苦手で得意ではないのですけども、で運動得意な子も不得意な子もみんな一緒に体育ってやらされるじゃないですか。で体育でなんかね、ドリブルで校庭を何周も回るっていう練習があったんですよ。でそこでね、なんか僕はもう全然できないわけ、ドリブル。もう蹴ったらもっと遠く行っちゃって、その前に行けばいいんだけど横とか行っちゃうから取りに行ってとかさ、やってるうちに、まあそれは周回遅れになるんですよね。恥ずかしい話ですけど、恥ずかしいとこですけど。で僕はね、なんだろうね、そのサッカー部の子にね、森田以外のサッカー部の子にさ、なんか何週か忘れたけどさ、僕はもう2週遅れかなんかになってるって言われてバカにされてたんですよ。
本当に2周遅れだったのかどうかは分かんないんだけど、その時にモニターさ、いや、田中は1周遅れだからっていう、まあ1周遅れも恥ずかしいんですけど、そういうフォローをしてくれたっていうのが覚えてますね。あとはね、森田君はね、サッカー的には森田さんなんて呼ばれたりもしてますけど、彼は非常に優しい人でね、なんかその人の面倒をね、自然に見てくれるんですよね。で、その、僕が、まあ、ちょっとマンション買おうかって、まあ、結局買ったんですけど、で、住宅ローン組むときに、で、住宅ローンを組む直前に病気が見つかってしまって、そういうタイミングで健康診断を受けちゃいけないんですけどね、普通は。で、保険に入ってから健康診断を受けるべきなの、そんなことも分からずにやってしまって、普通の住宅ローンが組めなかったんですよね。で、その時にどうしようかなと思った時に、彼の知り合いのファイナンシャルプランナーの方を紹介してもらってね、でその方がまた優秀で、いい保険を見つけてくれて、ちゃんとローンが組めたっていうのがあるんですけどね。まあ、っていうお世話になってる森田浩平君ですから、そのままにしときましょうか。第三文系は面白みがないですね。 S は O を V する、 S は O に V するってやつで、 We study English、 我々英語を勉強するか。1と2がなんかな、一応具体的な名詞になってて、3つ目なんかすごい一般的だな、ここ変えたいな、なんか変えよっかな。第三文系なんか面白みがないよね、これ。We study English、 我々は英語を勉強するっていくらなんでもそのまんまですよね。あ、ちなみに今これ英文読解の見取り図を修正しようっていうふうに考えて、一人で適当に喋ってますけど、何かチャットで何でも全然関係ないことでも入れてくれればそっちの話もしますからね。なんか急にTOEIC どうしたら点数取れますかとか、まあそれは分かんないですけど、などのね、問いを投げかけられたら答えます。とにかく雑談ですから、これ、まあ、大体1時間ぐらいなんか適当にくっちゃべろうかなと思ってます。で、何もチャットでなければ、勝手に英文読解の見取り図を、いじっていこうと思います。どうしようね、面白くないよね、第3文系だけ。第4文系先見よっか。妻に本を与えたか、まあこれも普通だよね。もう妻に本をあげたことあるかな、あるな、あんまり喜ばれはしませんけどね。まあこれはいいかな。第5文系は The news made Ray happy、 そのニュースはレイをハッピーにしたか。この例はあれだね、 NMB48 の上西レイさんを、イメージしてますよね。あ、そうだ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 、ちょっと持ってこよう、道具持ってこよう。よいしょ。雑談つうか遊んでますからね。よいしょ。ここに出てくるレイさんというのは、よいしょ、これですね。僕の作ったやつ、内輪がありますね。はい、内輪ですよ。ね、ジョニチレイさんの応援内輪ってなってます。サイリウムカラー、推しカラーがね、青とオレンジなので、青の内輪にオレンジのシールを貼ってます。ただね、オレンジのシールってあんまなくってさ、これ恐ろしいです。アップで写すと写るかな。これさ、なんか結構綺麗にできてる感じがするでしょ。そうでもないですか。これね、アップにすると写るかな。このオレンジ色のやつが、ほら、なんか集合体恐怖症の人がまずいかもしれない。このニコちゃんマークの丸いシールを、とりあえずこうやって敷き詰めて、文字にしましたっていう、完全にやばい人ですね、これね。完全に危険な香りのするうちわ作ってます。はい。で、もう一個、田辺瑞希さんのうちわもありますよ。これあんま使ったことないんですけど、これはね、黒地に黄色ってやつでね、これはね、普通の黄色いシールが売ってるわけですよ。なんか黄色いシートがあるから、それ切って貼っただけなの。だけど、その上西麗さんのやつは、このオレンジのシールってのはないのね。オレンジのシールないから、こうやってなんか、異様な感じに、ね、ニコちゃんマークを貼ってるっていう形で作ってます。よいしょ。コメントをいただいて。なんだろう、ちょっと待って。宗教勧誘を断る方法が先生の雑談の中で一番覚えていますねって、なんだろう、それ。宗教勧誘断る方法の雑談ってしたのかな。
なんだろう、最近してない気がする。何の話でした、それ。宗教勧誘断る方法って何だっけ。それ僕覚えてないぞ、その雑談。ちょっと名前もお読みできない感じの方ですけど、どんなんだったか、ちょっとまた教えてくださいな。そう、発想やばいよね、このオレンジのさ、シールをこうやって貼るっていうのは。なんかね、普通にハンズかな、ロフトかな、買いに行ってさ、オレンジねえやと思った瞬間に、なんかオレンジのこういうニコちゃんスマイリーマークあるぞとか思って買いに行って、その場で思いつきましたよね、すぐに。やばいよね、これ、確かに。宗教勧誘断るのって何だろう、どんな雑談だろう。まあいいや。で、ちょっと先に改訂進めよう。レイをハッピーにしたはいいかな、これ。下はなんかあれだな、あなたはこの映画面白いと思うでしょうか。これも凡ですよね、凡。普通だな、面白みがないな。どうしようかね、これ。ウィースタビーイングリッシュ、ほんとつまんないな、これ。何にしようかな、SVO。なんだろうな。まあでも他がちょっとやりたい放題しすぎてるから、まあここでなんか箸休め的でもいいのかな。まあ真面目な話もしておきますと、この本当にね、文系の基本訳ってのをちゃんと覚えてない人ってのがいらっしゃってさ、ね、もしも皆さん塾とかで教える場合ね、文系とかのことも話してやってもいいと思うんだけど、ここが抜けてること多いんでね、気をつけてやってくださいな。俺そんな雑談してんの？本当これ頭おかしい人だよね。宗教勧誘側が神がうんぬんと言ってきたんで、私が神ですけどと言って相手よりやばい存在だ。そんな話も確かにしてたことあるよね、それはね。そう、そんな雑談したのか。何話してるか全くわからないよね、もう。めちゃくちゃだよね。本当申し訳ない、すいませんでした。結構昔の生徒さんかな？ありがとうございます。完全にやばいね、これね。英文読解の見取り図を変えていこうって話をして、まあいいや、ここは。文系の基本訳で、なんか LINE が来た。ちょっと待ってね。LINE じゃなかった。これね、ちょっと待ってくださいよ。そろそろ妻がね、退勤してる時間ですから、なんか LINE とか来て、そうですね、買い物どうするかとかで、無視してると怒られますからね。違いました。で、文の要、あ、なんだ、そうか、語文型についてこう書いてるんですね。結構いいこと書いてあるね、これ。英文を読解するとは、その英文がどの文型かを判断し、それぞれの基本訳に単語の意味を当てはめることですっていう。まあ、これもちょっとだいぶ単純化してる作戦なんですけど、まあ、最初のうちはやっぱこれやってほしい、守ってほしいですよね。いわゆる直訳っていう感じでやってほしいなとは思ってます。で、この、なんだっけ、基本訳に意味を当てはめるっていう練習は、なんだっけな、新刊のタイトル忘れた。英文読解入門10大ドリルの第1章は、まさにこの基本訳の練習になってます。なるほどね。そういう、だからその今回作ってる新刊の元もこのプリントに載ってるんですね。そう考えると、このプリントはよくできてますね。だってあれですよ、このプリント、ちょっと前にヨゼミの中本先生が、ね、自分の講座を受ける生徒に向けてツイッターで、これダウンロードして授業に持ってくるようにって言ってくれてたぐらいですからね。もう信じられない話ですよね。こんな私のような、ね、なんかどこの誰ともわからないものが作ったプリントっていう風ですけど。もう一回もう踊ろう。そう、さっきのさ、なんだっけ、タギ語の動画の時はもう猫がね、特にポテトが大暴れしてこっち来てたけど、今来ないね、誰も。そうだよ、今寝てるわ、猫。文の要素ってのがつけてますね。主語、動詞、目的語、保護について、載してますわ。主語は、ガブリエルは今年の夏、名古屋に来たっていうのは、あれだね、グランパスのガブリエル・シャビエルを元にしてる文ですね。これも変えてもいいかな。今年残ってくれるんかな、シャビエルは。J リーグも全然始まらないからね。どうなるのかな。まあいいか。シャビエル、まあそこそこ好きだしな。そこそこ好きだしなってのも失礼な話ですけどね。次。動詞のところは、僕がよく使う例文というか、よく使う人名で、ロバート君はよく使いますね。ロバートはね、
僕はロバート・ラングドンから取ってるんですよ。ダヴィンチコードとかさ、天使と悪魔とか、ね、なんだっけ、あとインフェルノとか、あの手の、ダン・ブラウンの小説のが好きなのでね、そのロバート・ラングドンは全然、物理教えてるわけじゃないんですけど、まあ、ロバートよく使いますね。まあ、物理じゃないけどさ、何を教えてるかって結構難しいんだよね、あの人。ラングドンさん何を教えてるかわからないんで、わからないとか、小腸学とか難しいの教えてますから、とりあえず物理にしといたな。今度の新刊はあれかな。物理教えるってところは、主語を下川先生のファーストネームにしてる気がするな。で、うちの猫はとても可愛い。まあ、これは事実だからいいでしょう、これ。横に写真のしといてもいいかもしれない。スペースないな。そう、目的語ってさ、これ難しいとこですよね。なんか、動作の対象を表すんだよね、目的語って。で、こうやってもう昔の人がさ、目的語って訳しちゃったから、それに従って教えてるけどさ、なんかやっぱり目的語っていう言葉と、あと不定詞の目的っていうのは被ってくるというか、同じ言葉使ってるから意味が分かんなくなるんだよね。どうですか、皆さん、文法用語って。難しいとこですね。なんかさ、文法用語割り切って考えられる人と割り切って考えられない人がいるんですよね。だから僕は目的をって言われたら、あ、そういう名前で呼んでるんだと思って、ね、受け入れるんですけど、何の目的だろうとか考えると難しくなりますよね。でもさ、名前って結構別に適当なこと多いじゃないですか。僕だって田中健一って、健一はね、健康第一から多分つけられてるんですけど、もうね、病気のデパートみたいになってますからね。まあ、病気のデパートって言ってもそうか、そんなにいっぱいあるわけじゃないか。致命的な病気があるだけか。そう、まあ、ツイッターとかで昔からご覧いただいてる方はご存知かもしれませんけど、僕はね、脳が詰まりかかってるんですよ。ね、脳が詰まりかかって、脳の血管が詰まりかかってるところがあってさ、ここでうまいこと画面に出せればいいんだけど、出せないからさ、スマホを映すっていう非常に原始的な技でいこうと思うんだけど、そうそう、写真映るか見えるかな。これね、脳の CT とかさ、MRI みたいなやつの映像なんですけど、ここか。あ、うまく映んない。カメラここ？そう、ほらほら、こんな感じ。このね、赤で囲んでるところっていうのが、白いところがね、血なんですよ、これ。血が流れてる血管なんですけど、この赤いところがさ、左側はうっすら流れてるけど、右側はもう流れてないみたいなのは、これが何年か前の、いつだっけ、2017年の夏がこんなんでしたね。で、今年の春3月はさ、だいぶ回復してて、いい感じになっててさ、ね、さっきの箇所がちゃんと流れてるっていう風なんですけど、まあ、いわゆる脳梗塞ってやつになりかかってるぐらいなんですよ。健康第一みたいな名前をもらってるのに。だからね、そうかっていう、そういう名前かっていうぐらいでね、目的をもう受け入れてくれたらいいんだけどね。あ、バイアスピリン飲んでます。バイアスピリンね、まあ、その血液サラサラの中ではね、比較的弱めの薬らしいんですけど、バイアスピリンは、毎日毎朝飲んでます。死ぬまで飲んでいきます。でね、そのなんでこう詰まってるか、詰まりかかってるかっていうと、いわゆる昔でいう高脂血症、今脂質異常症っていうらしいんですけど、そのなんていうの、なんだっけ、そう、血液ドロドロなの。で、血液ドロドロだったので、まあ、それを治す薬っていうのも、飲んでますね。なのでね、そういう薬のおかげで、まあ、脳の血管も通ってきてるのもあるし、あとは何ていうの、僕らの年ぐらいによくありがちな、何でしたっけ、痛風とかさ、糖尿病とか、そういうのは一切ない、非常に健康な風らしいですね。とにかく脳がでも詰まるかもしれないっていうね。でさ、この脳が詰まるのもね、面白い話でね、最初の担当医はね、最初に行った時の病院、その病院の先生は若い先生だったんですけど、まあ、これは70までに詰まるか、その前に、まあ、定期的にね、画像検診という、こう撮影してやりますから、その前にバイパス手術、脇道作るんだね、血液のね、バイパス手術をするか、まあ、どっちかでしょうねっていう、まあ、詰まるか、バイパス手術で、あ、もう一個ありますわ、可能性が、と。
で、何かっつうと、その前に癌とかで死ぬこともありえますよね、70だったら、みたいな感じで。おお、確かに、みたいな感じでね。そうだよ。だから結構ね、死は身近なものな感じがするんですけどね。そういうの何の話してるかっつうと、名前って別に、ね、意味考えなくてもいい時あるじゃんって話してて。有理数もそうですね、数学。そうだね、有理数、無理数とかも意味わからんですよね。今僕の中では 何が有理数で何が無理数かも覚えてないけどね。わかんないですけど、確かに意味考えたら良くなさそう。中学の時には文を覚えて部分を置き換えてということをしてるけど、高校になると構文を読み取るという暗号解読かな？みたいになるけど、そういうのは好きじゃない。あんまりそういう人はもう、英語を読まない道に行くのがいいんじゃないですかね。あんまり、暗号解読というレベルのことは多分高校、大学受験で今やらされないですからね。文を覚えて部分を置き換えてってことで、その大学受験レベルを克服していこうとなると、前にね、あれで話しましたね。去年の年明けじゃない、年末に、ヘミングウェイの、倉林先生と、さっきのダヴィンチコードなどの翻訳の越前先生との3人のトークショーみたいなのがあったんですけど、文法を考えたくないと。で、文構造とか分析したくないっていう人はやっぱり、文を覚えなきゃいけないんで、いっぱいね。で、そう考えると、基本英文700選とかね、いうのを覚えるってのも一つの手だと思います。いろいろ書いていただいてる。高1の時だけ授業で文法を軽くやったけど、高2からは授業中に文法用語とか構文なんてほとんど出てこなかった。多分先生が違うんだろうね、きっとね。ただ問いを解いて答えここにあるよねという確認の繰り返しだから、寸大入ってすごく驚いた。寸大もネチネチやりすぎてるっていう嫌いもありますけどね。いろいろある。何が正しいって難しいんですよね。その構文をたくさんやるっていうのは、僕はそれが正しいと思うんだけど、別に回答はそれだけじゃないとは思うんだよね。その習うより慣れろっていうのも確かに大事でさ、僕がよく紹介する、ビジュアル英文解釈とかのね、あとは英語構文紹介の伊藤和夫先生なんかも書いてるんですけど、英語ってのは理屈半分、慣れ半分って言ってんだよね。だからいわゆる構文とか考えるのはその理屈半分の方で。ただ理屈を覚えてもできるようにならないから、慣れも必要で、慣れ半分ってのがあってさ、50-50、50-50ですよね。数大きいと計算してるから5-5にしようか。別に5-5じゃなくてもいいと思うんですよ。例えば理屈7、慣れ3とかでもありだろうし、理屈2、慣れ8とかでもね、いいとは思うんですけどね。ただその理屈2、慣れ8とかになると、単語むちゃくちゃ覚えなきゃいけないとかさ、そんな風になってくるんですよね。なんかロシア語の話が出てきてる。英語では目的格、ロシア語では対格というその差は何だろうか。対格懐かしいですね。主格、対格、余格。増加に、シュってなんだっけ、シュ。もうロシア語一応やってたんだけどな。ロシア語全然持ってないぞ。一応ね、今の時期暇ですから、ロシア語の本買ってきてさ、また復習しようかなと思って、買ってきただけで、この分厚いからちょっとやる気にならねえなと思って。初級ロシア語文法ってのを買ってきて読んで、この有名な黒田龍之介先生の本ですけどね。これ読むかな。買って読まないばっかりの本いっぱいあってさ、もう妻にもそういうことバレちゃって、もうあんたどうせ読まないでしょみたいに怒られるんですけど。主格、正格、余格、対格、増格、前置格とかだっけ。ねえ、なんか語尾の音が微妙に覚えてますよ。あや、おい、おい、うゆ、おい、おいとかなんかあった気がしますよね。というロシア語の雑な記憶で話してます。そう、ロシア語さ、結構発音だけはなんかいいって褒められてたんですよ。褒めるとこ他になかったのかもしれないですけどね。でさ、昔ね、結構女子バレー見に行ってた時期なんですよ、バレーボール。で、女子バレーのロシアの監督でね、カルポリだったかな、カリポリかな、カルポリかな、忘れたけど、とにかくむちゃくちゃ怒ることで有名な監督がいたんですよ。で、ぽっちゃん来るの？ぽで来るの？いいよ、おいで、ぽっちゃんおいで。ね、どうせ雑談してるだけですからね。ぽっちゃんいいよ。来て。来ないの？あら。まあいいや。で、そのカルポリにさ、あ、来た、ぽっちゃん来た。ぽっちゃん来ましたよ。ぽっちゃん映ってるかな？来た来た。ぽっちゃんこっち見てあげて。カメラあっち。抱っこすんの。寝てたもんね、今までね。はい。よいしょ。はい、ぽっちゃんだよ。
おっちゃんです。ポテトです。大きくなりました。はい、おっちゃん、ああ抱っこしちゃうかね。はい、そうそうそう、それさ、試合後にね、カルポリにサインもらおうと思ったんですよ。結構ね、呼び止めてさ、なんか席からね、下のコートに向かってなんか紐でバーって下ろしてさ、ノートとかそこにサインしてもらうっていうやつでね、で、おぽっちゃん映っていく。よしよしよし。なんだね、そう、ロシア語の話してるんですよ。で、そのカルポリに声をかけたんですよ。で、そうしたらさ、ぽっちゃんちょっとキーボードにそんなやめよ、ね、キーボードはちょっとごめんね。そう、カルポリにね、声かけたの。そうしたら、もうさ、カルポリそのむちゃくちゃ怒る。し、あ、ちょ、ぽちゃん、ちょっと画面に顔をぶつけない。ダメ、ぽちゃん。そう。カルポリに声かけたら、そのむちゃくちゃ怒る監督が爆笑したんですよ。で、僕がロシア語で何か声をかけたら、そのカルポリがですね、むちゃくちゃ笑ってね。で、お客さんからしたら衝撃なんですよ。なんであいつが何か言ったら、あの監督大爆笑してるけど、なんだっていう風に思って、僕はね、練習してたのね、サインもらうためにさ、こういうこと言う、こういう風に言えばいいってのを調べて練習してたんだけど、パッと話した時にさ、なんか、記憶が混ざってね、なんだ、学校の授業とかでさ、よくで習う表現あるじゃん。英語とかだったらさ、なんか、駅への道を教えてくださいとか、やたらと会話で習うでしょ。で、それみたいなもんで、僕、ロシア語でさ、そのカルポリ監督にですよ、サッカーじゃねえや、バレーボールの会場で試合後に、すいません、駅への道を教えてくださいっていうふうに俺言ってしまったんですよ。間違えて、ロシア語で。そのパターンプラクティスで覚えまくってたやつでさ、それで爆笑されたよね。それはそうだよね。なんで俺にあいつここで駅への道聞いてんだ、わけわかんないぜ、ははーみたいな感じに、なってたっていうことを、ちょっとロシア語っていうのがチャット欄に出てきたのでふと思い出しました。はい、そう、改訂してるんですよ。全然まだ直してないけど、ぽっちゃんぽっちゃん、そうやって人の顔にぶつかっていくの好きですね。で、あと何？おちゃん何？なでなでしてほしいの、ね。ちょっとね、画面見えないんだ。はい。で、猫かわいいよって話です。で、なんかコメントいただいてたな。はい。ツイッター見てるけど、猫の見分けがよくつかない。まあ、両方ともチャトラなんですけど、顔がちっちゃい方がきなこで、顔がでっかい方がポテトです。今いる方がポテトです。悪い方がポテトとも言います。はい。まあ、顔でかい方がポテトって覚えてくれたらいいですよ。ね。ね、ぽっちゃん。ぽっちゃん顔見せてあげて、ほら。こっちカメラ。体しか映ってないよ、あんた。よいしょ。ぽーって。ポテチを届いて。ごめん。はい、次。あ、ジュリなんだ、ジュリな。あ、違った。私たちはほぼ毎日サッカーします。あ、これ、ちょっと、変わった。ポテ、ダメ。ケーブルを噛まない。ダメですよ、ポテちゃん。ポテダメ。ポテも抱っこ。はい、抱っこ。ね。私たちはほぼ毎日サッカーします。まあ、これも普通か。まあ、次、ジュリナだからな。ジュリナは5時に劇場に着いたってやつですね。これね、確か。あ、どっか行くの。はい。ジュリナは5時に、あ、そうか、今思い出した。ここについてる例文って全部基礎重大ドリルから持ってきてる気がしてきたな。違ったかな。ポッて今また飛んできたの。本気になるの。あったあった。ジュリナ5時に劇場に到着したっていう文あってさ、これ昔ね、あれなんですよ、この僕の英文法基礎重大ドリルな、ね、これアイドルの皆さんにも配ってるんですけど、ちょっとポッてダメだって。ポッてダメ、噛むのダメ、ケーブルダメ、ほんとダメ、ダメだって。しかもケーブル噛んでてさ、大暴れしたらまた映ってないんだから面白くもないのよ。いい？そうで、そのポテちゃん、ポテ、ポテ何すんの？ポテ今そこ顔そっちから攻めますか？あかんってよ、キーボード。ポテ、ポテ座っとこ、そこな、そこ座っとこ。ポテ上から巨人みたいに、ああダメだ、ダメだって、キーダメこれ。はい。なんだっけ、そうだ、そう、この基礎重大ドリルはいろんなアイドルの方に、ポテのひげが映ってる、おひげ映ってるよ今画面に。
こっちゃん。ぽっちゃんもう座っときそこ。はい、よしよしよし、あ、よしよし、かわいいね、ぽっちゃんね。そう、斉藤真紀子さんという方にプレゼントしたんですよ。妻の推しですね。うちの妻もなんか いろんな人好きですからね。今は本当に斉藤真紀子さん推してるか分かんないんだけど、斉藤真紀子さんにプレゼントしたら、なんかさ、インスタでも、ショールームでもなんかこんなんもらっちゃったって取り上げてくれてですね。で、インスタでは、なんかもういろんな中身をチェックしてね。で、こんなこと、こんな例文があるみたいな紹介もしてくれたんですよ。あれがね、すごかったな。ショールームとかもそうなのかな。それも、なんかスクショが撮ってあると思う。あるかな。あったあったあった。それはオタクだからそういうのスクショ撮るよね。あったあったあった。この、ジュリナは5時に劇場に到着したっていうところはさ、こんな風に、載せてくれて、なんか画面がうまく映んない。あっと、こうかな。こうはしたらいいかな。はいはい。こんな感じでね、インスタで。ジュリナは5時に劇場に到着したっていうところに線引いて、ね、コメントギリギリやんけっていうのがついてますね、これ。そう、なんか、劇場公演って、だいたい、なんだろう、6時とか6時半にスタートするからね、まあギリギリだみたいな感じで、なんかこうやってさインスタとかまで紹介してくれてて、なかなか貴重な体験でしたよね。これこんなんまで載せてくれてさ、 Amazon のリンクも載せてくれてましたね。こうか、田中さんどうもありがとうございますって形で載せてくれてましたってのがあって、そう、もうこれこういうために本出してんだよ僕はね。うん、もちろん受験生の皆さんのために出してるってのもあるけど、やっぱりねアイドルにね渡すために作ってんだよこれね、本ってのは。うん、そういう面はねどうしても否定できない。うん、数学の安田徹先生にね、名前出していいのかな、まあいいか、全然いい話だからね。何年か前ですね、もう15年ぐらい前とかにお話をしていただいて、君もねこの業界で長くやっていきたかったら名刺代わりになる参考書ってのはね、本をね出さなきゃいけないよって話をされてさ、うん、そう、名刺代わりになる参考書ってところで、そう、あ、これ名刺代わりにアイドルに配ったらいいんだみたいな感じでね考えましたよね。でさ、この話はさまだしたことないかもしれない、してしまおう、せっかくご覧いただいてるから。僕のねこの基礎重大ドリルの方は著者紹介こんな感じだったの、映ってるかな、イラストだったのね。で入門は変えたんですよ、持ってこよう。あれ入門ねえぞ、入門がない、どこ行った入門、ちょっと待ってね、入門重大ドリルどっか行っちゃったぞ。入門はね著者紹介のとこ写真に変えたんですよ。なんでないの、なんでないのかな。入門重大ドリルどっか行っちゃいましたか。ほんとねえな、なんでだ、あ、あったあった、こっちだ。よいしょ。よ。入門重大ドリルはね、著者紹介写真に変えたんですよ。写ってるかな。そう、写真にしたの。で、これ何かっつうと、やっぱりだね、その、せっかくアイドルに配るんだったらさ、うん、それは、イラストでもいいんだけど、ね、すごい綺麗に描いてくれてるからイラストでも分かるんだけど、自分の写真の下がいいよなっていう、そういう結論に、達したわけですよ。うん、普通ね、オタクが自分の写真をアイドルに渡すことはできないんですよ。まあそれはそうだよね。そのもらったって困りますよね、アイドルからしたら。なんかオタクの写真送られてきたってどうしようもないんですけど、そう、そのねルールの裏をつく、そう、自分の写真を送るためにはこれ写真の数しかねえなみたいな、いうところね。であとはあれですよ、うん、ちょっと待ってね、よいしょ。あとはこの劇場公演とか行くときにね、こういうシャツで行くわけですよ。この本の表紙のこれでシャツ、これで行ったら、あー、著者が来たって分かるっていう、そういう仕組みね。うん、よいしょ。さて話戻しましょうか。戻しましょうって別にもともと
雑談ですからね、何話してもいいっちゃ何話してもいい、よくこんなのにお付き合いいただいてましてありがとうございます。なんだっけ、そう、まあ予算はまあいいか、うちの父は10位か、10位じゃないです、教員、元教員ですね、今無職ですね、もう定年退職してますよ。彼の言葉が我々を怒らせたか、まあ、この彼誰のつもりで書いたんかな、まあいい、分かんない、誰かイメージ分かんないや。で、おっと、ちょっと待ってくださいね、妻のような人から、で妻ですけど、仕事が終わったという LINE が来たので一応返しておきます。はい、すいません。よっ、はい、よいしょ。しかし僕もよく結婚できましたよね今年したんですけどね、43にもなって、結婚するとは思ってなかったですよね、不思議なもんでね、想像もできなかったですけどね。誰にでも夢があるってやつか、これは何だろうね、どっから出してきたんでしょうね、何だろう、ラプンツェルの歌でこんなのってありますよね、厳密には違いますけど、ソクラテスは哲学者ですか、迷信ところね、2分目、君江は浜松で生まれた、これはね、SKE の赤堀君江さんですね、浜松出身ってことを公言してますから、作っていいだろうって感じでこんな例文になってます。君江はズボンイン浜松っていうね、はい、浜松はね、僕も週に2回行ったりしますから、今年も予定ではそうなってるはずですけど、結構ね、この基礎重大ドリルにも出てきますよね、浜松。家庭本とかで確か出した記憶あるぞ。よいしょ。そうですね。家庭本のところに、のぞみ号が浜松に泊まればいいのになーっていうのが載せてますよね。まあ、やってやりました。はい。で、あとはここは全然、形容詞のところも面白みがないなー。なんか変えてもいいかなー。便利な本、役に立つ本。この本は役に立つ。この本は役に立つと、思うか、面白みないなこれ。福祉のところはとても可愛い亀、そう、うち亀飼ってんですよ。ちょっと最近ここ 1,2 年バタバタと死なせてしまってるんですけどね、うち亀は何匹もいます。愛花は楽しそうに踊るか、これは SKE の杉山愛花さんですね、僕は全然握手には行ったことがないのに僕のことを認知してくれている、で、なんか分かって知っててくれてるんですよ、ありがたいですね、ね、本当に。本当一度握手に行かなきゃと思って握手券何回も買ってるんですけど、なんか去年に買ったやつは台風で流れて行けなくなっちゃったし、今回もコロナでね、行けなくなっちゃったんで、握手会がね、意外とね、あれなんですよ。もともとね、ここからうちの妻の話、妻トークみたいなね、話になりますけど、うちの妻もともとね、なんか握手会とか、劇場公演とか行っちゃいけないみたいなね、それは浮気であるなんてわけのわかんないことを言ってたわけですよ。だけど何年か前に一回さ、無理やりペア枠ってやつで SKE の劇場に当選して、で連れて行ったわけですよ。でそれでちょっとうまいことハマってさ、その以降は握手会とか劇場とかに行くのも許可されたわけですよ。で妻も一緒に行くつもりになってて、またコロナで行けなかったんだけどさ、そうだけどね、握手会にみんながみんな行っていいわけじゃないんですよ。言っていいメンバーと悪いメンバーってのがいるの。あ、難しいでしょこれ。なんていうかな、妻的にさ、認めてるメンバー認めてないメンバーとかいるわけですよ。うちの妻はもともとね、自分もダンスやってたんで、そのパフォーマンス力ってのが重視しててさ、ちゃんと踊れてないようなこのとこに行くのは良くないみたいな、なんかね、多分謎のルールがあるんですよ。厄介でしょ。だからさ、杉山さんとかはそのパフォーマンス力が高いですから、もう全然行っていいわけですよ、握手会に。だからね、他ね、なんか僕が行きたいなと思ってる人もなんか許可制なんだよね。でこの人は行っていいでしょうかみたいな感じで許可をねもらわずに行くと多分大変なことになるんですよ。まあって言いながらね、まあ、こっそり買ってる分あるんですけどね、これこんなさすがに見ないでしょこの配信。しかも最初から40分ぐらいのところまでわざわざ見ることないと思いますから言ってますけどね、そう、握手会の会場に行ってしまえば分かりやすいしませんからね、こっそり行ってしまえばいいですからね、一緒に行く日だったら無理だけど、そうじゃない日はね、なんか誰の握手っても分かりやすいませんから、こっそり撮ってる分もあるんですけどね、あれバレたら本当に怒られるでしょうね。だから一時期はあれでしたね、その、大丈夫かな ?LINE とか来てないかな、大丈夫そうだ。
そう、握手券をさ家でどっかで見つかったらいけないからさ、なんかもう職場に持ち歩いてましたよね。あの見られちゃいけないメンバーのとかありますから、あの職場でさいろいろなプリントとか入れてるファイルの中に握手券を入れて歩いてたっていう時期がありましたよね。うん、それも台風で行けなくなった時の回ですけど。はい、というこれは杉山さんですね。この副賞面白くないな、これ。文春色、幸運なことに私は辞書を持ってましたって意味がわからんな、これ。なんだろうな、これ。うん、面白くもなんともないな。前置詞句のところも箱の中の猫っていう形で、まあよくあるシーンですね、これは。Go to ナンバ、ナンバに行くか。ナンバに行くね。これ日向坂とかに変えちゃおっか。ね。で、日向坂って坂は本当にあるんですか？僕知らないんですけど。検索しよう。日向坂。地図とかで検索したらいいかな。どこにあるの日向坂って。実在するの。あ、本当は日向坂とか呼ぶんだ。そう、そういうことこれ。本当は日向坂なのこれ。全然知らない。そう、本当坂ね、興味なかったんですよ、全然。あ、本当は日向坂なんだ。でアイドル的には日向坂って名前にしてるんだ。うん、これ知らなかったな。じゃあちょっと、じゃあこれ日向坂に帰るのは良くないな。まあ、ナンバーでいいか、そのまま。ね、本当にこのステイホーム期間で Hulu でたまたま見た日向坂の番組がね、良かったって話ですよ。うん、5人ぐらい好きですよね、今ね、日向坂。うん、まあ、誰とは言わないですけど。うん、まあでもナンバーで行くか、日向坂らしいからな、本当は。ってことです。はい、あとね、そうだ。こういうとこに書いてますけど。まあ瀕死のどうたらこうたらで、まあそれはいいや。このね、この字体フォント読みやすいと思いません？英語にやつの瀕死があるとされますがっていうやつ、これなんていうフォントだっけ、名前。あ、 UD デジタル教科書体ってやつ。これは読みやすいフォントですよね。ちょっと他に変えてみましょうか。めっちゃね、なんかちょっとデザイン的なやつに変えたりもしますけど、まあいいよ、やめや。ね、こういうフォントがね、読みやすい読みにくいってのも最近は配慮して作ってます。はい。で、文系の判断法ってのは一応こうやって載してます。で、まあ世間的に言われるようにね、イコールならどうとか、ノットイコールならどうってのも書いてますけど、まあ実際はこれで判断ですることってあんまりないよね。そう、一応書いてますよ。このイコールじゃないってのは一般的にして書いてますけど、基本的には動詞の時点で決まるよね。この動詞だったらこの文型じゃんっていう風に決まるんだけど、まあ便宜上こういう説明も載してます。で、3ページ目か。こっから塊に強くなろうっていう句とか説のお話が載ってるやつです。僕の配るプリントだと、丸1が表面。ここまで見て2ページ、ちょっとページ動いて申し訳ない。このページと、このページで2ページ。これで、表面にします。B4 でまとめて表面にしてます。で、次の、塊に強くなろうっていうところで、裏にして、最初の授業で配ってるという形です。まあ、この名詞句とか名詞節とかの区別の仕方の例文、これ全部、基礎重大ドリルから持ってきてます。まあ、これもさ、一応のルールとか書いてある。まあ、興味ある方はダウンロードして、僕のブログにありますからダウンロードして見ておいてください。まあ、そこのブログの URL もこの、なんだっけ、概要欄に載せておきますね。まあ、これもね、なんだろうね、一応の見抜き方は書いてありますけど、まあ、下線が引いてある、主語か目的語が保護の位置になるよっていう、まあこれもな、じゃあいつもこれで判断してるかというと、そうでもなくても大体こうじゃんっていうふうに考えることとかもあるですよね、ありますよね、慣れでわかるっていうのもありますよね。まあその辺はこの形容詞句とかも一緒です、ね、高知就職ですね、まあこれも全部、基礎重大ドリル。一番ひどいな、これ。ミノルは我々に砂糖の歴史を教えたっていう、もう川北ミノル大先生ですよ。私が大阪大学で教わっていた西洋史の先生ですね。2番、茜はね、世話をするべきたくさんの鳥を飼ってますっていうのは、SKE の高柳茜さんですよ、これ。で、3番はなんか猫カフェっぽいイメージですね。4番、
カズマ likes books written in English、 英語で書かれた本が好きだっていう、このカズマはあの英文解体新書の北村カズマ先生を勝手に使ってますね、めちゃくちゃですよこれ。もちろん許可なんか取ってませんよと、いうやつですよ、ね、はい。男性の名前は基本知り合いが多いですね。副詞は何のしてたっけ。副詞とかは普通かな。別に変なとこないな。7番、ケンジはよく出しますね。ケンジは僕の友人。最近会ってないけどね。友人の名前にしてます。よ。で、あとなんか、そうか、ブログのなんか、なんとかもつけてますよ、これ。QR コードっていうの、うん、あと本の宣伝とかも載ってたりしますけどね。そう、この入門の始めに、なんかフォントが見づらいから変えよっか。これで配ってんだけど、ちょっと変えてみよう。読みやすくしてみよう。はい、こうしました。いかがかな。このちょっと変えてみました。本書は皆さんが英語を好きになる、英語ができるようになることを願って書きました。前著はサッカーに例えるとパス練習、シュート練習に当たります。本書は正確なパスやシュートをするためのボールを止める蹴る技術を反復練習によって習得するドリルですって書いて、もうこれはあれだね、完全に風間八宏の影響を受けてますよね。僕の中ではだいぶねいい説明してるなと思うんだけど、どうかな。サッカーは分かんない人には分からんのかな、これ。だけど本当にこういうノリでというか、こういう意図で本を作ってます。ね、フォント戻す。はい。いう感じですね。でね、この教材、まあ今ずっと、ね、雑談をするのに使ってきましたけど、この英文読解の見取り図に関しては、僕のイメージでは、まあ春先に配って、でこいつを、まあ早い段、最初のうちはね常に参照してもらって、早い段階で慣れてもらうと、で書いてることを頭に入れてもらうっていう目的にしてます。もちろん今日話してみたいなもう全然関係ない話っていうのは、ね、このプリントを配った時はしないんですけど、基本的には毎回授業に持ってきてもらうと、で普段自習の時も常に参照しといてねっていう形でやってる教材です。なので、URL 下に貼っときますから。で、もうお持ちの方もあれですけど、お持ちでない方はぜひともダウンロードして使っといてもらうといいと思います。だから最初のうちは、なんだろうかな、イメージ的にはさ、僕はとにかくいつも総合英語を読みなさいって話をしてるんですけど、その総合英語を、その B4 の紙1枚にまとめるとしたらこんな感じかなっていうつもりで作ってるのね。総合英語持ち歩くのって無理だからさ、重いから、まあ、持ち運んでくれてる人もいるけどなかなかしんどいので、まあそれのまとめ版というかね、なんだろう、地図みたいなつもりでね、まさに見取り図ですから作ったやつなので、よろしければ皆さんもお使いいただければと思います。はい、というこんな感じで50分ぐらい、47分48分か喋ってきましたけどね、そう、普段はさ授業って50分喋ってるわけですよ、基本的には。まあもちろん問題解いてもらう時間とかもあるけどね。だからずっともうこの2ヶ月ぐらい、2ヶ月授業してないよね、やってないと、50分喋れるかどうか不安だったんですけど、まあそれのリハビリ的な感じでも、まあお付き合いいただいてても、なんかリハビリかよって、なんかね、申し訳ない気もしますけど、やっております。ね。で、また普通の学習系の動画、今日は多義語の話だったり、あとはね、副文、僕これもよく言うんですけど、ね、英語を復元する、日本語を見て英語を書くっていうような教材も発信してます。タイトルなんだっけ自分の動画なのに。あ、消えちゃった。いいのかな。タイトルは何だったかな。ちょっと待ってください。スマホで見よう。僕の作ってる動画のさ、タイトル出てこねえ、やべえな。あ、そうだ、確実に力がつく秘伝の英語学習法っていう動画も作ってます。これはね、まあ目標としては100分ぐらいやろうと思うんですけど、このぐらいの分を覚えておくといろいろ応用がつきますよっていうのを作ってますから、まあ、ぜひともこれもご視聴いただければと思います。
はい、ということで、もう本当に50分も、無駄話をしてしまいましたが、お付き合いいただきましてありがとうございました。今後もまあいろいろと発信をしていこうと思います。で、多分明日ぐらいからもうすいませんが、動画に広告が入るようになります。まあスキップしてもらってもいいんですけど、でその広告が入ることによって多分毎月200円ぐらいの収入が得られるんじゃないかと期待しておりますのでね、まあ有料、まあ、200円でも有料ですから、有料になったらやっぱり役に立つ動画も増やしていこうと思いつつ、こういう役に立たない動画もどんどんやっていこうと思いますので、お好きなものをご都合のいい時に、ご視聴いただければと思います。はい、では今回はこの辺にしておきます。さようなら。